四ツ橋駅は大阪府大阪市西区北堀江一丁目にある大阪市高速電気軌道四つ橋線の駅。新西橋駅とは改札内でつながっており、同一の駅として扱われる。東、四ツ橋駅側でも、入り口では長堀鶴見緑地線新西橋駅の表示がある。四ツ橋は、東駅東すぐの地点が西横堀川と長堀川の交点で、西横堀川に上。 つなぎ橋と、下つなぎ橋、長堀川に住屋橋と、吉野屋橋の四つの橋がかかっていたことに由来する。近年壁面改良工事が行われ、そこには、駅名の由来となった四つの橋をイメージした絵が描かれるようになった。線名の四、つ橋と駅名の四、つ橋とでは、つの文字が、ひらがなとカタカナの違いがある。これは、 路線名が通過する街路の名前に由来するのに対し、駅は地名を採用した結果である。さらに、街路名と地名で表記が異なるようになった期限は、道路を管理していた市の土木局と交通事業を管理していた電気局が、監督官庁に別の表記で届け出たことにあると言われている。また、以下の路線とも改札内で乗り換えが可能である。 長堀鶴見緑地線が開業するまでは、御堂筋線との乗り換え業務を行っていなかった。四つ橋線から御堂筋線への乗り換えは、長堀鶴見緑地線のホームを通る必要があり、当駅と御堂筋線の震災橋駅とは大きく離れている。また、当駅と震災橋駅の間に、中間改札はなく、西梅田寄りの改札口は、両駅の完全共用であり、 事実上同一の駅とみなすことができる。同じように、新鮮開業によって、同一改札内となった品濃橋駅本町駅や、南馬元町駅南馬駅のように駅名を、新災橋駅に統一することも検討されたが、当時すでに開業も30年以上が経過し、四つ橋という駅名が定着してるのと四つ橋線の由来になった駅名を消せないとして、そのまま別名にした。 なお、四つ橋線と、御堂筋線の乗り換えは、大国町駅で対面乗り換えとなっており、そちらの方が利便性が高い。リニューアル後のホーム北改札口長堀鶴見緑地線、新斎橋駅との間にある動く歩道島式一面二線ホームの地下駅である。ホーム壁面には、四つ橋線のラインカラーの青に、オリックス劇場の最寄り駅であることから、 音符が連続しているのが特徴である。当駅の西梅田寄りから長堀鶴見緑地線、震災橋駅の対象寄りに通じている。当駅は大国町管区駅に所属し、駅長が配置され、当駅と本町駅を管轄している。1998年11月10日の1日、上皇人民は36,819人である。なお、二千七年度以降の統計では、 震災橋駅と同一駅として扱われている。四つ橋交差点もより停留所は四つ橋及び北堀江一丁目である。以下の路線が乗り入れ、大阪シティバスにより運行されている。ありがとうございます。